防災減災豆知識、身近なものを使ってご飯を炊く方法、災害で炊飯器や鍋などが使えないときにあなたはどうやってご飯を炊きますか。今回は身近にあるものを使ってご飯を炊く方法の豆知識です。用意するものは 350ml のアルミ缶2つと牛乳パック、そしてアルミホイルです。まず牛乳パックを切って薪を作ります。底の硬い部分を取り、縦に切り分けた牛乳パックを幅1センチほどの短冊状に切ります。次に2つの空き缶で鍋とかまどを作りましょう。2つとも蓋の部分をナイフなどで切り取ってください。かまどにする缶には上と下に穴を2つ開けましょう。鍋用の缶にはお米を 120g 入れます。続けて水をおよそ 160cc 入れましょう。そしてアルミホイルでしっかりと蓋をしてから、かまど用の缶の上に乗せます。かまど用の缶に作った炊き口で牛乳パックの薪を1枚ずつ燃やし、ご飯を炊きます。炊飯開始からおよそ25分で炊き上がりです。空き缶と牛乳パックで簡易炊飯。